こんにちは。チャンネルアジア救い守り作る担当の荒木和弘です。本日は手術を世界に発信する会の茂木博道会長にゲストとしておいでいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。茂木さんには前からいろいろもう国際的な発信のことやなんかでお世話になっているんですが、もともとビジネスマンをずっと長年されてきて、はい、でそれが今、まあ、こういう活動をされているってことになったきっかけというのはどんなものだったんでしょうか。はい、まあ、ビジネスマンといってもですね、国際四文字無局っていうところで、十何年かいましてね、その頃から向こうの海外のものを入れるっていう点では日本はもう本当に明治以来努力してね、やってるんですけど、発信する方がものすごいなんていうんですか、見劣りするっていうかですね、でなんとか日本の情報発信ですね、それをやりたいもんだと。でまあそれを出版の格好でやれないかななんてことをいろいろ考えたり、いろんな人たちと話してましたら、たまたまですね、漫画でですね、日本の漫画を英訳して、でそれをですね本にして出したのは、いろいろぼちぼちやっている人はいたんですけれど、雑誌で漫画人という雑誌をね、やってる、これがなんとアメリカ人がそう始めたのを紹介されまして、それじゃあ、それを準備してるところだったんですね、相手がね。それを紹介されて、それじゃあ一緒にやろうということから始まりまして。それ日本の漫画だけ。日本の漫画をですね。そうですか。まあ、ちょうど今日 のキーワードはこの宣伝の線ということで、日本人に一番苦手な、はい、そうですね、分野ですよね。で、今日これからお話しいただくのは、もう本当は茂木さんにお話しいただけばいくらでも あるんですけども、この間書かれたご著書、日中戦争真逆の真相という本ですね、ちょうどこの帯のところに前回出ていただいたジェイソン・モーガン先生が推薦の言葉を寄せているんですけれども、日中戦争日支編、これがさまざまなところで、まともな戦闘についてはほとんど負けてはいないのに、そこ以外のところでなんか負けてしまったというようなことがさまざまあったんではないかと、ここにはいろいろな角度から日中戦争について書いてるんですけども、この本を書かれた、一番の思いというのはどういうことだったでしょうか。日本はその中国を侵略したというね、これがもう当たり前の常識みたいに、思われててですね、それを、ある意味では中国につけ込まれてですね、中国に勝手なことを言われてもそれに反論できないと、こういうことがずっと続いてるんじゃないかと思うわけですね。でよく中国っていうとハニートラップね、そういうことは言うんだけど、ハニートラップなんてのはそれはどこでもあることで、どこの国に対しても。ところがその日本は中国を侵略したっていうその食材意識ですね、これがですね多分日本人の 95% ぐらいは持ってるんじゃないですかね。だからなんだかんだ言うけど、それがあるんだから日本はちょっと引いてですね、それで中国との付き合いをしなき付き合いしなきゃいけないっていう、そういう考えにとらわれてる人が多いんじゃないかと思うんですね。でところがこの戦争よく検討してみますとですね、日本が侵略したっていうのとてもそう言えないんですね、逆なんですよ、中国が全部盧強行に始まって、中国が次から次へ紛争を拡大してって、日本がそれに対応してああいう格好になったと、いうのが実態なんですね。それをなんとかこう
分かりやすい格好で、まとめてみようということで、この本を、書きました。まあ、本当にあのまさに盧溝橋事件というのはあのもう日本のねある意味で言うとその侵略の象徴みたいにされているわけですけども、はい、あれ自体がまさに戦争をしたくなかったこちら側に対して、はい、もうともかく戦争をさせたかった、まあ、あの特にあれですね共産党ですね、共産党ですね、まあ、そこに結局巻き込まれてしまったということなんですけども、これあの、まあ、ですから中国の中は中国の中で共産党と国民党で、はい、まあ、そういうことをやってたわけですよね、はい、だまあこれはまあでももともとやはりあの中国の人たちというのはそういうことに長けていたということなんでしょうね、もともとそうですね、宣伝謀略、はい、まあ、宣伝謀略についてはですね、まあ、あの本当に、あの最も得意とするところですね、中国の。ただその中でも共産党ですね、うん、これはあの別に中国に限らないんですよ、うん、世界の共産主義運動っていうのは簡単にはもう宣伝さんなんですよね、この宣伝戦で世界を、まあ、席巻して、うん、もともとお金もない、ね、それ連中が始めて、うん、で世界を、まあ、かき回してるわけですから、これも全部宣伝戦なんですね、うん、でまあ、あの盧溝橋事件もあの、これはあの、まあ、これは詳しく言うとちょっと時間かかっちゃうんですけれど、うん、これもあの共産党が実際には仕掛けたんですけれど、うん、それを宣伝戦で、あの拡大していったんですね、うん、それでそれに蒋介石があの抗えないんですよ、うん、今度はまた中国の外の中でも、うん、あの共産党の宣伝戦にですね巻き込まれてね、あの蒋介石が一般の民衆の支持をね失いかねないんで、うん、でその共産党の路線に、動かされていくっていう、そういう側面がまた同時にあるんですね、うん、まあですから宣伝っていう面で言うとあの、もう監視っていうぐらい共産党に宣伝の主導権を握られてっていう感じでしたね、うん、まあ、さらにね、もうひどいのがね、あの、ご存知の通州事件ですね、はいはい、あのとにかくこれはあの、あれです、アメリカのジャーナリストで、フレデリック・ヴィンセントっていう人がいるんですけど、これ古代から現代まで見渡して最悪の集団虐殺、これ、うん、日本の民間人をですね、うん、230人ほども残虐な殺し方でやってるわけですけれど、あのもちろんこれもあの、共産党があの、先導してやったもんなんですけど、これをですねあのこのヴィンセントなんかもね呆れてるわけですよ、うん、こんなことをやったらもし他の国がやったら世界中でそのねやった国が袋叩きに遭う、うん、ところが日本の場合これをほとんど言わないんですね、うん、なもんだから多くの世界の人は知らないわけですよね、呆れて、っていう呆れてることをあの言ってますけど、うん、さらにあの日本人の中でも実はあの近衛、あの、うん、ふんまろ首相はですね、まあ、この時 の, あの、まあ、首相ですから責任一番の責任者なんですけど、うん、その、腹違いの弟かな、近衛、で海外でずっといろいろやってた人がですね、あの日本の宣伝性のまずさについてね、うん、この頃あの 朝新聞だったかな投稿して、こんなことをされてまるで、あの逆にね日本が悪いかのような立場に立たされてるのは本当に情けないっていうことを言ってますけどね、そうですね、普通の国だったらばそういう時にもう例えば各国の在外公館なんかももうフル動員して
ね、いかにその中国でひどいことがあったのかっていうのを言わなきゃいけないのに、はい、そういうことはまあ言わなかったと、まあ、あの今の政府でよく何かあれば違反法って言いますけども、あれと同じようなことですね。そうですね。いやだからそういう意味じゃあの、今の日本はもう本当に反独立国みたいなんで、言いたいことも言えないって、まあ、みんな誰しも思うと思うんですけど、意外とね戦前でもね、うん、その宣伝戦っていう面ではね何やってんだっていうような感じだったんですね。そうですね。でね、まあもともとあの本当だったらば蒋介石はまあそこまで、あそこまでその日本と戦うつもりはなかったんですよね。あのですから、だん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 もうあれですね、まあ言ってみればあの後に引けない状態に持ち込まれちゃってるわけですね。それでね、ちょっとねあの盧溝橋事件については、ね、詳しく言うと、はい、実際にやったのは共産党がなんですけれど、あのこれはあのどうあの絶対的に中国側が仕掛けたという証拠があるんですね、うんうん、この証拠はですねあの4月7日に事件が起こって、それで、現地での、まあ、それこそ小競り合いがあるわけですけれど、うん、11日にはあの現地の停戦協定が結ばれるんですね。その停戦協定に何て書いてあるかっていうとですね、こう書いてあるわけですよ。こうですね、はい、はい、第29軍、第29軍っていうのがあの中国のあのまあ、河北を支配してたあの総突厥軍ですね、まあ、あの蒋介石の直系じゃないんですけど、まあ、一応中国軍のですけど、大体10万いたわけですけど、で日本軍はあの盧溝橋の時あの、5600しかいないわけですよ、中東して。しかもそれはあの北進事変の後の、北京議定書で8カ国と中国との間で新国との間で結んだね条約に基づいて、駐屯してたわけですから、何もこれは侵略じゃないわけですね、うん、あの居留民の安全を守るために、駐屯してたわけですから、そこに対して、攻撃していくわけですね。でこれこういうふうに書いてあるわけですね。第29軍代表は日本軍に遺憾の意を表し、かつ責任者を処分し、将来責任を持って格のごとき事件の邪気を防止することを声明する、うん、これあの停戦協定ですからね、うん、協定だからあの例えば日本人の誰かが言ってるとか誰かが言ってるじゃないわけですよ、うん、これ見ればもう中国側が起こしたことっていうのは 100% 客観的なあの証拠事実としてね言えるわけですね。ところがこれがですね、現在 の, あの中学の歴史教科書どこもこれを書いてないんですよ。まるでね、あそこあの、うん、あの日本軍であれが、ね、あの衝突が起こって、単なる衝突が起こったんじゃないんですよ、うん、向こうが起こしてこういうね、うん、でちゃんと謝ってるわけですよ。しかも謝ってる方が10万でこちらはたった5600しかいないんですよ、うん、そういう中で結ばれた協定です。実はあの第3項目の前にね、どうもこ の, あの事件は共産党とかそういう反日団体が、うん、起こした、まあ、この向こう の,、はい、あの創設言語もちゃんと掴んでなかったんですが、うん、起こしたのに違いないんで、その調査して徹底的に取り締まりやるっていうのが第3項目にあるわけですよ、うん、であのその調査もその後行われて、はい、だからもうね完全に中国が起こしたと、うん、こんなはっきりしてることをね、うん、教科書でも載せてます。で今度ね、うん、作る会の教科書ではこれを載せたんです。あ、はい、まあ、本当にあのもうここである意味で言うと非常に象徴的なことですよね、はい、もうその、まあ、中国では777でしたっけ、まあ、そういう言い方でともかくあの日本に対する憎しみを煽る、きっかけにしてるわけですけど、それが実はこうだったということ自体にやっぱりあの日本が宣伝が下手だったということを裏返しと言って言えばですね、まあ、言えるんではないかと思うんですが、まあ、ちょっとあの前半時間が来てしまいましたので、後半またさらにさっき名前が出ていた近衛首相のことも含めて、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。一旦前半の方をこれで終わりにいたします。ありがとうございました。
Thank you.